なたの猫部屋覗かせて第2弾でございます。車系 YouTuber のふみっちょさんとみよっちょさんのお宅に来させていただいておりまして、猫ちゃんが2匹います。早速行ってみたいと思います。こんばんは。こんばんは。すいません。すいません。お久しぶりです。いやです。早速、すいません。ピントがめっちゃブレた。みよっちょさんとふみっちょさんです。どうも。すいません。いや、初めてじゃないでしょ。初めてじゃないでしょ。視聴者さんにね。あ、そうね。確かにね。すいません。よろしくお願いします。お邪魔します。待ってますよ。マジで？ほら、こっち待機してますよ。見て。あら、かわよ。珍しい出てくる。そうなん？うん、ビビるもんね。女優やな。かわいい。お名前なんですか？ランちゃんです。手前の猫ちゃんがランちゃん、奥がスンちゃんでございます。スンちゃん、かわよ。今日のために色違いの首輪をつけております。おめかししてるやん。かわよ。え、めっちゃ足短くないですか？マンチカンです。短足の2人。あの有名なね、人気の。はい。へー、かわよ。はい、すいません、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。じゃあ改めまして、猫ちゃんのお名前いいですか？はい、この子はランちゃんです。ランちゃん、ただいま2歳です。あ、2歳なんだ。はい。まだ若いね。マンチカンの女の子でございます。かわよ。かわいいでしょ。で、この子はこの子スンちゃん。タヌキみたいな。その子が1匹目ですね。そうですね、スンちゃんちょっとね。サンちゃん。先輩。そうか。先輩です。先輩ない。はい、じゃあ、早速、どんな猫ちゃんグッズを使ってるか紹介してください。いっぱいありますよ。そんな、さすが。いっぱいありますよ。慣れてますね。慣れてますね。じゃあよろしくお願いします。お願いします。つんちゃんとらんちゃんと暮らしてる上で、はい、こだわってるポイントというか、はいはいはい、気をつけてること。こだわってるのは、はい、お水を、はい、各所に置いてます。なるほどね。こう玄関にも1箇所あるんですよね。玄関にはここに置いてまして、ほんでこう玄関猫の気持ちになったんですよ。あ、そう、なるほど。猫の気持ちになって、はい、はい、散歩しながら各所にあれば飲みたくなるから、はい、あ、なるほど。一回猫になったんすね。ちょっと猫になってみたいな。なるほどね。こう散歩するじゃないですか、はいはいはい、部屋中を。まず玄関、はい、水あるやん。あるじゃんって。じゃあ飲みます。飲みます。次リビング行って、リビング行って、あ、ここにも水あるやんと。ここちょっとメイン水飲み場。なるほどね、ちょっと大きい。あ、これは自動給水器というか、あ、自動水やり器っていうのかな。有名な。ろ過器っていうのかな。ピュアクリスタルですね。はいはいはい。なるほどね。ほんで、まあこう、はいはい、そう行きまして。行きまして、はい。あ、なるほど、ここにもあるやん。何を水が、すごい水があります。で、ね、それからシーソーみたいなやつでこう行きまして、うん、こう行きます。はいはいはい。ピョンと飛びますね。ここを飛ぶね。これポイント。猫がピョンとこう、これわざとやってるんや、これ飛べるように。さすがです。ちょっとで、ここが、普段洗濯物とかも干してる、はいはい、サンルームですね、はいはい、うん、ここがちょっとしたら猫ちゃんのお部屋みたいな。そう、ああ、なるほどね。はいはいはい。窓枠で猫がくつろぐ、はい、4箇所へ、えー、ちょ、水、こんな箇所飲む？こんな箇所飲む？飲んでないかもしれない。猫の気持ちになって置いたのであれば飲みすぎじゃない？ちょっと飲みすぎかな。いや、でも配慮はでもかなりいいと思います。いいですか？はい。すみません、僕偉そうですけど。竹さんに褒められる。いや、猫会まで1年ですけどね。すみません、偉そうに言ってますけど、でも確かに4つあればかなりいいと思いますね。そうですね、はい、結構なんか1箇所にずっとおったりするんで。ああ、なるほどね。ここに入るか、はいはい、設置してみました。で、これか、このキャットタワー。キャットタワー。足が短いから、
ジャンプしなくて猿みたいに登るんですよ。なるほど、ね、しがみついて、うん、ここにそう体全体でしがみついて登るっす。へえ、なるほどなるほど、うん、確かにもう窓側なんでここまで来れるんで。ああ、だけこれ下から登れるようなやつを買ったってことですか。そうですね。ああ、なるほど。おお、え、ジャンプできてるじゃん。このぐらいはできる。あ、なるほど、ね、今のが最高。最高ぐらい。最強。すごい、ランちゃん。ランちゃん結構わんぱくな感じなのかな。わんぱくですね。ね。わんぱくでめちゃくちゃ甘えん坊ですね。うん。あらあら。めちゃくちゃ。かわいいね。膝に乗ってくる。膝乗ってくる。寝るときも絶対ベッドで来ます。かわいいですね。うん、かわいいの、たまらんね。絶対来るんだ。めちゃくちゃ顔踏みつけていくけど。よし。よし。なるほどね。ここのな、リビングになるのかな、こっちが。はい、あ、そうですね。あれ、なんていうんですか、サンルーム。サンルーム。まあ、そこら辺が行き来できるようにしてるって感じですね。そうなんです。冷たい。うんうんうん、確かにね。寝室のとこにも。はい。うん、あ、寝室もあるんですね。寝室も。はいはい。いや、ちょっと寝室はさすがに、ちょっと僕、映しきらんすね。その二人の愛の巣の寝室。いやー、ちょっと、いいんですか？じゃあお邪魔しまーす。あんまんやない。お邪魔します。先に行きます。先に、すいません。そうそう。いや、寝室ですね。大体ね、ここに隠れるよね。あ、そう。大体ベッドの下に。はい、人が来たら隠れるんやけど、いや今日は最初ね、確かに、そうそう、はいはい、っていうかめちゃくちゃ可愛いお部屋ですね。そうっすね。これはもうザ夢の趣味です、ね。可愛いな。あのこれディズニーのあれですよね。そうですね、ディズニーの。しかもピンポイントでこの熊の何でしたっけ？ダフィーです。あ、ダフィーさん。はい、熊ですかねこれ。熊です。あ、熊か。すみません。すみません、存じ上げなくて。ね、すごい可愛いお部屋。ね、まるでここに猫ちゃんたちがいると、もう猫ちゃんたちもディズニーのキャラクター。確かに確かに、それ結構イメージしてる。そうやったんや。それもあれリアルおしゃれキャットですよ。旦那でも確かにここにね一緒に寝れるのはいいっす ね。なんかで、ここでスンちゃんが寝るんです ね。あ、ここスンはね、ここはね、ほんと寝とる。スンはね、もうここ、もうスンちゃんのベッドです、これ。うん。ランちゃん寝らんね。ランはもうベッドの上のね。ベッド。あ、じゃあ一緒に一緒に寝てます。もう大体寝るとき2匹ともこっちに来て。ね。かわいい。うわー、かわいいっすね。窓枠とかにね。はいはい。で、ちなみにですね、その視聴者様で、結構その一緒に寝てくれない猫ちゃんがいるっていう話もよくあるんですよ。一緒に寝るためにとか考えたことあります？どういうふうに配慮してるみたいな。いや、ないね。もう自然とっすね。勝手に来る。あ、もう、性格なんかな、そしたらね。性格ですね。甘えん坊なんでしょうね。うん、あと、まあ、二人のね、接し方がいいんでしょうね、愛情を持って。あらら。まあ、愛情もありますし、こう、結構こう、同じ目線で。そうなんだ。飼い主というような。なるほど。同じ目線で。はいはい。まあ、なるほど。友達としてね。仲間だ。あ、なるほど、友達とか仲間意識を植え付けてあげるんですか。なるほどね。同じ目線でこう話します。すごいいいですね。奥さん、いいですね。本当ですか。やはりあの、最近ちょっとあの、ふみっちょドライビングの動画伸びる理由がわかります。奥さん、いいですね。いや、なるほど。でも大切ですよね。それってね、するのは。あの、お手洗いなんですけど、なんか、砂の、こう、こだわりみたいなのあるんですか？いや、これはどういった砂ですか？これはもう、ほんと、一番最初に、はい。ペットショップの方に、はい。おすすめしていただいた。はいはい、でも、ずっとこれをね。ずっとこれ。なんか、他の砂も使ったことあるんですけど、はいはい。結局、これ何やったっけ、商品。にゃんとも清潔トイレ。あー、なるほど。この砂っていうか、ウッドチップっていうのは。はいはいはい。これが、ね、うん、一番匂いがない気がします、ね、ウッドチップ。うん、ヒノキの香りみたいな。あ、そうですそうです。あ、そうなんですか。そんな感じです。やってみて、ヒノキの香りする。そうよね。絶対さ、僕もドキッとしましたよ。絶対、それはちょっとヒノキの匂いはしないだろうと思って。で、玄関にあるのがデオトイレなんですよ。ああ、これが違うパターンのやつなんですね。2種類入れてみました。ああ、なるほどね。どっちがいいと思う？いや、どっちもいいですよ。まあ、どっちもいい。デオトイレの形式の分がいいっすよね。そうですね。うん。じゃあ続きまして、ご飯。
ご飯。ご飯のなんかこだわりとか、まああれば。こだわり、まあ、これはなんか、もう雑誌、あの猫の気持ちあるじゃないですか。はいはい、ああ、ありますね。特集みたいな。付録ついてる。あ、そうそう、付録、お試し付録みたいな。へぇ、なるほどね。はいはいはい。そうそう毎月来てたので、はい、なんかこれいいっていうのを書いたこれ、ね、で食いもいいですね、うん、これめっちゃ食べる食べる、ね、食べる、へえ、なるほどね、ちゃんとキノコも考えられてるみたいな感じ。まあ、あとは、まあ、まあ、もう中にトイレシート、たまにトイレシート、お手洗いシートね、これがこっちの部分で、はいはいはい、これが玄関で、トイレ、はいはいはい、砂がちょっとこれはこっち切らしてるんですけど、ね、砂、うん、これはゴミか、あ、それゴミ、で、あの、これあの違う、じゃあ、はい、爪研ぎを買ったんですよね、はいはい、あ、こちらのね、爪研ぎね、はいはい、あんまり可愛くてすごっ保存した、あんまり可愛いと思って見てこの、マジで確かにね、見てこのほら可愛いね、ちょっと待って待って、めちゃくちゃ可愛い、可愛いけど可愛いけど、で、何ちょっとそのパッケージ取る、いやでもあのメーカーさんは嬉しいですよ、確かに、ね、メーカーさんはめちゃくちゃ嬉しいですよ、うん、あ、猫一さんね、有名なんよ、あ、結構有名ですよね、猫一はもうめちゃくちゃ有名です、あの、Amazon の CM に今出てますね、あ、そうなんだ、え、そうなんですか、あの、出てます、YouTube の広告の Amazon の CM で猫一さん、はい、有名ありますね、はい、ぜひともあのふみちょドライビングさんに猫一さん案件をお願いしますいきなり猫チャンネル車系からいきなり猫チャンネルになるっていう、あ、これ途中ね、あ、そう、途中、うん、これはあの首輪を、あらゆる歴代の首輪、歴代の首輪をこう置いてますね、あ、なるほどね、ハロウィンのあるよ、うわー、ちょっとなんか首輪を変えるってすごく僕あのね、うん、愛を感じるんですよ、あ、本当ですか、うん、首輪を変え、ね、確かにね、わかるわかる、めっちゃすぐ気がする、そうだよね、そうなるセーラースとかちょっと気がついてます、いや、わかりますわかります、やりたくなりますよね、あら、落ち着いたわ、あんたね、落ち着いてる、ねね、いや、目の色がすげえす、はいスティッチ、はいはい、ね、常にそばにいるからね、うん、ついてくるからね、甘えん坊、ちなみにその猫ちゃんの名前の由来みたいなのあるんですか、まあ、由来というか、すんちゃんはですね、すんちゃんね、あの歌が、歌というか言葉があって、私の中で、うん、え、奥さんのこと、奥さんの中に言葉があった、出てきたんですよ、ポンって、なるほどなるほど、天から降りてきたね、そう、降りてきて、ね、うんうん、すんって降りてきて、すんってね、それがちょっとアホみたいな話なんですよ、すってんころりんポンポコスンっていう、すってんころりんポンポコスン難しいな、難しい、まあまあ、はいはいはい、で、すんちゃん一目見たときに、うん、あの子尻尾しましないから、はいはい、タヌキやと思って、あ、ポンポコ、なるほど、あ、そういえばすってんころにポンポコすん最後すんやんで、すんですわかる、いや、わからん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 のよ、パーンじゃなくて、パーンじゃなくて、名前の由来わからんわ、今のあったんすよ、こういう依頼が、なるほどね、ただそのランちゃん言うから、ランは、はいはい、ランはね、あの、すんやから、うん、んで終わる二文字が絶対いいなと思ったんですよ、あー、呼びやすいしね、ちゃんはいはいはい、だから全部ひらがな全部書いたんですよ、あ、あんから、あ、全部、うんはつけて全部書いて、全部書いたんですよ、はいはいはい、そう、オンとかね、オンとかね、で、まあ、リンとかランがなんかいいかな、そうですね、響き的にはそうそうそう、なるほどな、すんちゃんすごい名前の付け方されてるで、これ大丈夫ですかね大丈夫大丈夫、いや、何も、それはもう自由ですから、皆さんご家庭のそれはね、でもすんちゃんにしか見えませんからね、うんうん、まあ、確かにね、言われたらすんはすんで、ちなみにそのなぜマンチカンを飼いたかったのかっていうなんかあるんですか、なんか猫がもう、もともと猫はもう全般的に好きで、はい、なんか猫図鑑とかあるじゃないですか、図鑑、本本みたいな、本、はいはいはい、動物のなんか猫のまとめ、はい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 、猫の種類がバーって、はい、なるほどね、うんうん、ちょっと、こんな足短い子おるんやと思って、それが何歳ぐらいの時、うん、小学校、あ、そんな前から、本当にちっちゃい時から猫飼いたかったんですよね、
そう、ね、へえ、あ、いなかったよね、ご実家には。いなくて。ああ、なるほど、なるほど。はいはいはい。そうそう、うちの実家おってね。あ、そうだ、そうそう、おっちゃんちゃん猫おるやん。そう、3匹おって、広い猫2匹と、あと、まあ、ノルウェージャンっていうやつなんですけど、で、まあ、ね、猫好きで結婚して、はい、で、絶対猫を飼うのが夢みたいなね、そうそう、話し合ったけん、はいはい、猫が飼える物件を探して引っ越したよね。そうそう、なるほどね。この前の家なんですけどね。なるほど。で、そこで巣を返したんだよね。そう、はいはい、ね、猫中心で我々は動いてると。そう、ね、なるほどな。なぜマンチカンって言ったら、まあ、その小学校の時に見た大図鑑の思いがずっとあって、で、やっと、大図鑑、マンチカンの、マンチカンの大図鑑じゃないよね。マンチカン大図鑑。猫のあらゆるあのペルシャとか、はいはいはい。いろいろ買い取るやつ。写真載ってるじゃないですか。ありますあります。決め取るやつ。ありますあります。そういうのもマンチカンの方。なるほど、可愛いですよね。って感じで可愛い。なるほど、ね。で、それを見て、やっと大人になって、結婚して、そう。で、やっと、飼えると。猫飼える。でも、猫飼うなら、やっぱ、小学生の頃、夢見た。うん。マンチカン、ね。いや、めちゃくちゃいい話よね。いや、いい話よ。やっと。昔から好きで。ちなみに、マンチカンを飼う注意点とかあるの？あ、そんな聞きたい。うん。俺も気になったんやけど、うん、結構任せてますんで、普段は。え、注意点なんか、やっぱ調べたらもう出てくるんですけど。うん。え、真面目にこれじゃあ調べてください。調べてください。ちょっと視聴者さんが、すいません。視聴者さんが調べてください。なるほどね。わ、うん、かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では今日はありがとうございました。ありがとうございました。大変勉強になりました。はい。まあすごくいいなって思ったのがですね、僕自身ちょっと上からになって申し訳ないんですけど、まあ目線を合わせて目線を合わせて喋りかけるっていうのはすごくなんか感動しました。はい、いや、そこは僕もねちょっと真似していきたいなって。いやいや、目線を合わすまで言ってない。うん、やっぱりちょっとね、偉そうにしてる部分もあるわ。そういえば。どうしてもね。うん。なので、ちょっとそこはね、僕も真似させていただきたいなと思います。ありがとうございます。すいません。素敵な、お家ありがとうございました。じゃあ、猫ちゃんライフを楽しんでください。ありがとうございました。仲良しファミリーでした。